高橋大輝は、東京都出身の日本のプロマウンテンバイク選手。MTB フリーライダー、MTB スロープスタイル選手、MTB コーチ、MTB コースプロデューサー、MTB コースビルダー、ロッキーマウンテンバイシケルズ A&F、所属契約ライダー、日本単育大学卒業、柔道整復師。2002年の夏から、カナダのウィスラーに滞在し始めて、 今年で17年目を迎える。ウィスラーをベースにアメリカやカナダのブリティッシュコロンビア収穫地のバイクパークとトレールを走り込み、その経験を日本でのマウンテンバイク普及活動にフィードバックし、マウンテンバイクの普及活動を行っている。日本の m t b フリーライドの第一人者。世界のトッププロライダーとの交流もあり、多くの雑誌で共演の経験を持つ。 また多くのメディアにも出演経験を持ち本場のフリーライドシーンを日本に伝え続けている。2013年にはアジア人で初めてフリーライドモーンタインビケアソシエーションのプロライセンスを取得。ニュージーランドのクイーンズタウンで開催されたテバスロープスタイル日本人として初参戦。9位入賞。自身のプロデュースする大キーフリーライド MTB パークに加え2014年より 富士天スノーリゾート MTV コースのプロデューサーに就任。エキサイトニュース2013年2月25日付記事。フィナム2013年6月4日付記事。ありがとうございます。